はい、今日紹介するアイテムは、はい、こちらになります。こちらは何かというと、はい、こちらゴールゼロ USB ライト&リチャージャーがついたライトハウスマイクロのチャージになります。これ日本では一応未発売のライトハウスマイクロの USB のライトになります。これトライミーって書いてあるんですけど、こんな感じでデモ状態になっております。おー、明るいね。はい、まずは箱紹介。こんな感じの箱に入っています。はい、じゃあ開封します。はい、こちらに説明書が書いてあります。今はデモモードになっております。これ通常押すとライトとか変わるんですけど、デモモードになってます。で、これはモバイルバッテリーとして使えるバージョンで、こちらから USB のタイプ A を挿して他に充電することが可能です。で、充電するときはこちらですね。こちらを挿して充電するできます。電池の容量は、バッテリー容量これですね、 2600mAh で、こちらのまずこれデモモードクリアしましょうか。デモモード、今これデモモードになってますので、これクリアの仕方はUSB で一回挿して充電っていうか、これに通電させるとこのデモモードがクリアされるみたいです。じゃあ試しますね。今の状態だとこのスイッチですね、上部のスイッチを押すといろんなバージョンで光るデモモードになっております。デモモードです。じゃあこれ USB 挿してみますね。ということで一回挿しました。
で抜いた状態で次スイッチを入れるとフラッシュで一度押すとこの下ですね、ランタンモードのフルな状態になります。でもう一度押すとちょっと LED が一個消えます。で消灯ついた。長押しすると光量が落ちます。こんな感じです。で一回押すと消えると、ライトにランタンに一個消えた状態で長押しで弱く照らせると、でもう一個押すと消えるというパターンになります。はい、こちらテモのタグは取りました。でサイズを測ってみますね。サイズ、はい、まずは全長ですね。全長は約107ミリですね。全長は107ミリです。37.2 で、ちなみにここの丸フラッシュの部分は19mm で、ここの筒の太さが約24こんな感じ、24ぐらいです。でここ USB 部分だいたい26mm ぐらいです。それでちなみにフラッシュ、フラッシュはこちらの200ルーメナで、ランタン、ランタンのマックスは150ルーメナになっております。これ最初はどうなるのかな。結構明るいな。かなり絞れます。今はロゴの入ったカラビナになってます。こちらが付属してます。はい、ゴールゼロを外で使ってみました。これは軽いな。
暖色系で結構いい色です。これで十分いけるんじゃないの。明かりです。こんな感じで明るいです。点灯してみます。シェードがあった方がいいかもしれないですね。